今日楽しみに来てます。で、ていうかもう5回目ですよ。そうなの、最多なの。素晴らしい。今年2回目ですよ。じゃあそんなに気分乗ってないかもしれないけど、猛追してる人間がいる。え、アポなし回数。誰ですか？神木隆之介。神木か。もう4回。岡田君がトップにいる、どうですかという話もしてやる。なんて言ってました？潰すと。あの伝言も頼まれてる。え、なになに、なんかやだな。あのね、なんで家に呼んでくれないのって言ってた。俺理由は全然わからないよ。仲いいの？仲いいです、仲いいです。神木の家にも行ったことありますし。あ、そうなの。なんで家に呼んでくんないのって言ってた。入れたくないからですよ。ちょっとタイガも来たことない。ないですね。ここも仲いいわけでしょ。ここも長い。出会って長いですけど、うん、決して入れてくれないですね。あ、そう。後輩になるわけでしょ。一応そうですね。一応そうですね。ウエスさんも俺と同じタイプですよね。基本的にこういう時だけこういうこと言ってまたまたでも入るっていう。仕事なんだからいいんですよ。まさき、はい、気が合うな。